ロフストランドクラッチロフストランドクラッチとは医療用補助器具の一つで前腕部指示型杖とも呼ばれ腕に装着して使用する片手用の杖である介護リハビリ用の歩行補助器具として使用される名称は発明した AR ラフストランドジュニアに由来するステッキのような形状の杖にカフと呼ばれる肘を固定するサポート機構が備えられている グリップを握りしめた力とカフで固定した肘部分の力が杖先に伝わるよう絶妙な角度で杖の支柱が伸びているのが特徴的でこの角度によってグリップとカフで固定した力がまっすぐ杖の先に伝わる設計になっている多くの製品はグリップから下までの最近は後者の調整機構がないエルゴグリフクラッチというものもあるカフには夕方のオープンカフと 大型のクローズカフがあり、当然ながら、クローズカフの方が、ホールド性が高く、力が入りやすい。またグリップを手放した時に杖を落とすことも防げるから、ポケットから財布を取り出したりする場合に案外、便利である。しかしクローズカフは、リングの中に腕を通さなくてはならないため、冬場に、厚手の上着を着ていると腕が入らないという不便さも、ある。松葉杖と、 同じく貸し補助用の医療器具である。現在では単に肘部分で固定するだけのものから、四脚部分が、ヒンジ接続になっていて、歩行時以外は肩口に向けて跳ね上げることができるものまであり、素材もアルミ素材から、カーボン素材まで、種類も様々である。設置面の位置の調節は主に、スライド式のバネ付きクリックラッチで、段階式で行うものが多い。その未来的形状から、 つぶらやプロの特撮作品で使用され、話題になったことがあるが当時名称までは広まらなかった。リハビリテーションにおいて、理学両方的には障害のある足とは反対の手に持って使用するのが正しいとされる。これは人間の歩行を考えれば当然のことであり、痛めている足だけで体重を支えることが困難なために補助的に片づえを使って体重を分散するのが目的だからである。 もっとも現実は、痛みのために片付け側に体を傾けてしまい、障害のある痛い足は外に広げがちになる。これは、人間の痛みに対する防衛本能であることから、無意識行動であるが、リハビリテーションを目的とした場合は特に、できるだけ垂直に体を立て体重を1、2ずつ分散して、歩けるよう意識して歩行するのが重要である。回復が見込めない、障害の場合でも、 杖に頼る姿勢は、体の歪みの原因となるため正しい歩行を意識することが望ましい。片づがリハビリに向いている理由を記す。両手に持った松葉杖は、サポート部を脇に当てることでしっかりした安定性を確保できるため、体重の多くを上半身で支えることができる。しかし多くの場合、リハビリ段階に入ると、これが裏目に出てしまい過剰に足をかばってしまうことになる。 そこで松葉杖を一本にしたり、ロフストランドクラッチやエルゴグリフクラッチに移行することで体重を、イヤオーなしに足に加重していく訓練をすることが、昨今の医療的にはリハビリよりも、より効果的だと言われる。特に骨折の場合は体重を骨に加えることから、ギプスを巻いて、体重をかけなかった期間に衰えた骨の強化を期待できる。しかし痛いからといって、それを怠ると、 骨が細く弱くなりまた骨折してしまうことも危惧される。テクニカルエード協会杖、ロフストランドクラッチ。ありがとうございます。